ラジオエジです三月十五日時刻二十時41分を回りましたラジオエジのイオールトレヒー。<laughs> 夜トレの時間がやってまいりました夜トレでは当日の終値に基づく日経平均の売買シグナルを公開しますそして、えー、日本株個別銘柄の買いシグナル売りシグナルあエコーが掛か,かりパンし店頭銘柄をお伝えします 音響の長谷川んがね、今ね、ちょっとね、ミスしました。はい。えー、また皆様からのお便り、えー、ご質問やご相談へのご回答、お便り紹介、ご質問やご,かご相談へのご回答もお届けします。動画の内容は参考に留めていただき、なんか間が悪いね。<laughs> 最終的な投資判断は自己責任で行ってください。 皆様からのメールをお待ちしております。投稿フォームあるいは直メールでメールくださいね。はい。今日のテーマですが、<タッ>日経平均のチャートは明日下落型になるよ。日経平均のチャートは明日下落型になるよ。と<タッ>いうことでお届けしましょう。ろくなテーマじゃないですね。ろ <laughs> くなテーマじゃないですね。 明日から日経平均のチャートが下向いていくよって話。ほんまかいな。はい。ほんまです。えー、どんな感じかちょっとね、見ていきましょう。チャート力学を出してください。はい。これは昼間の動画でもね、やったんですけど、明日、今日の終値のあたりに、今日終値がね、悪いわけよ。えー、27,229円って昨日と同じぐらいの引けで上がれなかった。まあ、 高く寄って落ちて、えー、だけどまあ少しは買い戻されて、昨日とほぼ同じ下被減者が2本並んでる。これどういうことかっていうと、まあ、下では割と硬いけど、上がるエネルギーはねえよ、という意味です。で、昨日と今日がだいたい同じぐらいの売り買いの、まあ、状況っていうかね、今日若干が昨日と今日でほぼ変わらない。 まあ昨日よりはやや強いんだけど、本当はこんだけ落ちれば戻っておかしくないんです。だけど戻れませんでしたってやつなんです。なると明日はまあこうなるとかここ、こうね、こうなるとか、あるいはも,もっとこうなるとか、良くてもこのレベルです。良くてこのレベルです。で、良くての このレベルっていう老ソク足を、まあ、多分だよ。それはもちろん今日夜に何かあればね、画期的にいいことがあれば上がるっしょうけど、それがない限りはこんな感じだから、良くてこんな感じね。そうすると上からズダーンと今日昼間の動画で言ったみたいに、5MA が落ちてきて、で、こんだけ勢いが強い 5MA の下落があると、もうこの 5MA が、 レジスタンスになるから、下にこう追いやられるがごとく、下に日経平均が落ちていってしまう可能性が高くなると。いうことで、こういうこと書いたわけ。明日下落型になるよ。あ、日付間違ってるじゃん。<laughs> ちょっと待って。日付間違ってるじゃん。ね。日付間違ってる。はい。これでいいね。<laughs> これでいいねって。めちゃくちゃだよね。まあいいじゃないか。 ね、途中でまあ直したんだから。<laughs> こんなもんで。え、ということで、気づいてよかったね。これね。撮り終えてから気づくともうね、どうしようもないからね。3分間で気づいた。今日ね、あの、もっと早くゆるトレやりたかったんですよ。だけど、この、えー、いわゆるサムネがね、なかなか今日は思いつかなくて。思 <laughs> いつかない思いつかなくて、 あれこれやってたら、なんかサムネこのタイトル画面ね、作るのに1時間ぐらいかかっちゃって。それで、こんな時間になっちゃった。それで今ちょっと元気がない。これでちょっと結構時間をロスしたから、今日音楽制作に当てる時間が減ったっていうことで、ちょっと、ちょっとがっかりして。<laughs> しょうがない。僕はユーチューバーだから。 ね。YouTube メインだからね。YouTube が第一やから。まあでもその次の音楽の動画も YouTube に上げるんだけどね。で、こんな感じで。だから、こうなるともっとひどくバーンと降りてくる。で、ちょっと微妙に気づきました気づきました何気づいたか。何が起こってるかっていうと、明日、明日ってかもう今日からなってんだけど、 5MA が今まで、いや、25MA、青いライン。これが今まで上に向いていたものが、への字型に折れ曲がってきているではありませんかここ。あーら、どうしましょう。ね、これ、こっから今まで上向いていた 25MA くんが、下に向いてくる。それがどうしたそれがどうした偉いことなんです、これは。<laughs> これは、こういうことになってくると、やっぱりさらに下がりやすくなってくるのよ。 こう、こう、平の字で、下に向いてくる。ここは、だから、あの、よくスマイルカーブで僕言いますけど、こうやってここね、25MA がスマイルカーブしてきてからは強かったですよ。これね。下向いてる間はダメで。で、ここで、ほら、25MA が微妙に下向いてくるでしょ。そうなると見てくれ。これ。こんな風になるから。ね。勉強になるでしょ <laughs> 勉強になるでしょうちの動画は。ね。 こんなことになるわけ。で、この後ここがこうなるっていうことは、絶対ではないよ。絶対ではない。いつも言うけど。絶対って言うと、まあ僕が喋ると、すごいなんか自信たっぷりに聞こえるらしくて、自信たっぷりに喋りすぎるんじゃねえよって怒られるんだよね。お前自信たっぷりに喋りすぎるんじゃねえよ。クレームじいさんがね、こうやって言うわけ。怒られるわけ。で、すいません。<laughs> だから自信たっぷりいってるわけじゃないんだけどね。だから絶対じゃないけど、こう来ると下げやすい。こう来て下げやすいっていう、そういう状況に入ってくるから、明日からちょっと下げやすいんだよ。チャートはね、だからと言って絶対下げるわけじゃないですよで。絶対下げるわけじゃない。チャートが全,全てを語るわけじゃないから。チャートが全てを語るわけじゃない。だから、絶対的にそういうわけじゃないけど、 でも、ちょっとこう上がっていた25円目が、ちょっと形がまずくなってくると、やばくなるっていうのは、いつものことだから、これね。だから今日、これ、ちょっと明日から気をつけてください。明日、下落型になりますよ。ね。3月16日から下落型になりますって。っていうことです。 さて、今日の売買シグナルの紹介っていうか公開に行きましょうね。ちょっと喋りすぎたか最初にね、えー。3月15日の日経平均終値に基づく日経にお先物 CFD などのラジオエジュア、R、式最新売買シグナルライン公開しましょう。買いシグナルは26,500円。200円下がりました。売りシグナルは28,800円。100円下がりました。あれなになにこれ <laughs> ちょっと待って <laughs>。 じゃっと、心境。えー、何書いてんのこれ。<laughs> ちょっと待って。えー、はい、参考にしてください。3月のメジャー S 級から権利落ちまでは、25先物 CFD は現物より300円安くなりますから、ご注意ください。ということですね。 ま、ああの、YouTube をやろうと思って、始めていこうとしてる方で、なかなかね、動画ができないとか、始めたけど継続できないって人いると思いますけど、僕みたいにやれば大丈夫なんだよ。<laughs> つまり、このね、あの、サムネが間違ってたら、その場で直す。ね。で、ここで、間違ってたら、その場で直すの。 完璧を求めないこと。<laughs> いや、いや、本当はよくないけどと、一生懸命これも準備してるんだから、今日夜トれだけでも1時間半ぐらい計準備してるんだから。<laughs> 準備に、ね、だよ、ね。今日準備に時間かかりすぎて、で今落ち込みながら始めたんだけどね。えー、ということで、この値段、売り買いシグナルが26,500、売りシグナルは28,800。 ここですね。チャートで言うとね、あと700円ぐらいだから、まあ、2営業日ぐらいで届いてくる。と思います。でもね、これ見てわかるように、2営業日で届いてもこれ、買いシグナル出ないんだよね。もっと下がんないと。だから、毎日ね、こうやってどんどん下に買いシグナルが逃げてくから、3連続ぐらいでこれぐらい下がって、2万6000円ぐらいに接近してくると、 買いシグナルが出る。で、まだ、あと500円ぐらい多分、買いシグナル下がる。で、出てきたら、このパターンで26,500、26,000円ぐらいで買いシグナルが出たら、まあ、普通は買っていいと思うんだけどね。でも今回、銀行が潰れるっていう厄介なことが起こってるから、そしてここはまだ FOMC 前だから、ちょっとここは、 あんまりよろしくないんじゃないかな。っていうか、少なくとも僕は買わないです。こうなったとするじゃないですか。僕は買わないですね。なんでかっていうと、ちょっと今回、怪しいからです。銀行潰れてるからです。まあ、それはね、だから、まあ、知ってますよ。この潰れた銀行はちょっと業態が違うから、特殊だから心配しないなと。政府も助けるって言ってるから、っていうことなんですけど、 これもね、僕の見解としては、わからんぞと。こういうことが起こると結構危ないぞっていうふうに思うんでね。で、まあもちろんこれでね、二つか三つ銀行潰れて、で終わりかもしれないんだけど。で、まあ大丈夫だったねーってなるかもしれない。知れないけど、でもまだ物価は下がらないでしょで、FRB はまだ金利上げるって言ってるでしょ で、金利上げると、いいことばかりじゃなくて、弊害が起きるわけで。弊害の最いてあるものは、銀行がやっていれなくなるっていうね。金利が上がれば銀行いいじゃん。と思ったら、いや、債権扱ってる銀行は、金利は高くなってくるから、払えなくなって、飛ぶ。それが分かったから。そうなってくると、 ね。なかなか買えないじゃないかっていうことで、ここへ来てもね、ちょっと慎重に構えた方がいいんじゃないか。で、多分だから、買いシグナルが出る予想ラインは2万6千円ぐらいなんですよ。日経平均ね。で、こういう下落が来るとなるんだけど、ここまでの下落があるかどうかわからない。ですよね。まあでも、あり得るかなぁと。それはまあ、無効次第かなと思いますけどね。 今日今どうなってんだっていうことでちょっと見てみましょうかね。今日の今は、え日経平均は、こんなに落ちてるんですよね。やばくないですかこれ。こんな落ちてるよ。これなんかニュース出たんかな新たにね。ちょっとまたやばい感じで動いてるわけで。で、こうなるとまあね、今言ったみたいな、えー なんていうんですかね。弱い形にね。まあ確実になってくるだろうし。何にも特にニュースとしては、先物が下げているっていうことですねえ。欧米長期金利急低下でリスクオフの円高になっている。っていうようなことが出てますけどね。だから今株安、 円高、えー、長期金利安っていうのが同時に進行しているということで。まだでもね、あの、ドル円とかさ、こんなレベルじゃ買えないからね。133とかじゃ。まだ25円目からちょっとしか下に離れてないから。まあにばかにちょっと動いてはいるけど、ちょっと円高に来てはいるけどね。まぁ、あ、ここから見れば、135から133.5だから、1.5円円高っていうことで、相当、 円高になってんじゃんってことになるけど、5分チャートね、これね、ドル円の。こんなレベルって最近では別に対象ないんだよ。1日3円とか平気で下がるから。で、今これ見たときには、水準的にはそんなに安くないんだよね。えー、そして日経が26,500円ってことですから。でこれは先物だからね、26,800円まで下げてるわけだから、 今日の終わり値が、えー、終わり値、終わり値、あ、パネルがない。パネル出して。もう本当に、あ、バベルだったね。今日の終わり値が、2万七2 0 0円だから、400円ぐらい下げているね。で、アメリカの今、ニューヨークダウンが500ドルぐらい先物で下げているということです。まあ、なんともね、嫌なムードになってきているわけですけど。 で、買いシグナルが26,500。先物は26,200。売りシグナルは28,800。ということなんでね。えー、そういうことで。だこのまままだ明日ね、来るかどうかわかんないけど、明日このまま来れば、こういうゲラが来るよね。下手するとね。明日。で、相当強烈なこういう 5MA のダウンが来るから。 相当やばいことになるんじゃないかなと思いますけど。まあ、このまま先物がね、終わるかどうかわかんないから。悪ければこんな感じになっちゃうんじゃない明日早速、買いシグナルに接近という。そんな感じになります。これ500円安のチャートですけどね、今日と比べて。まあ大体500円ぐらいで済むと思うんだけどね。時々1000円安っていうのがあるからな。そうなると明日もう買いシグナル出ますけどね。 明日1000円安が来れば、買いシグナルが出ます。ここ今、920円、900円ぐらい安くなれば、明日買いシグナル出ます。たまにあるからね、ここもそうだけど、ここ600、700円ぐらい、えー、最近で言えば、12月20日、去年のね、にガガーンと押してますけどね。こういうのがあり得るからね。今なんか余計あり得るからね。あ昼間の動画でも言いましたけど、こういうちょっとやばい事象が起きてるときは、 一旦よかれ、よかれというか、よく、良いのではないかっていう状況が来たとしても、安心できず、さらにまた下落ということがあり得るからね。注意しなくちゃいけないって話はしましたけど。まあ、そんな感じでね、今動いているということになります。そして、個別銘柄なんですが、だからこれがもしこうなればね、明日ドガーンと落ちてくれば、明日また個別銘柄買いのね、 個別銘柄が増える。買いシグナルのね、点灯銘柄が増えるかもしれませんけど、今日は、あ、今日は、あ、変なことなっちゃった。今日は、6630ヤーマン、9274KPP、3 0 3一ラクーン、7187J リース、7947F ピコ。これが買いシグナルです。ちょうど5銘柄でした。そして、売りシグナルは今日ありませんでした。 えー、そんな結果になっています。今日、いシグナルちょうど5銘柄なんだよね。買いシグナルはここ。で、買いシグナル寸前の買いのチャートがこれだけ出てます。これ、いシグナル寸前ね。ヤーマン、エリア、エド、メドレックス、インフォマート、ジェートラスト、アクリート。これこ、寿屋だよね。<laughs> でもちょっと待って。えー、ずっとね。 ちょっと読めないって言って。読めないって言って、そのままにしてるから、今から調べるね。はい。ね。今から調べるのか <laughs>。今から調べる。はい。だってね、いろいろあるんだよ。これでも、おじさん、おじさんっていうかおじいさん <laughs>。いろいろあって、なかなかね、すべてに、 行き届くわけにはいかない、行き届くところまでね、行かないんです。寿屋でよかったですね。はい。調べました。よかった。ラーメンに、の丼についているこんな模様みたいな銘柄とか言ってましたけど、寿屋です。何屋さん寿屋さんはね、知らないのって言われるかもしれないけど、知らない。<laughs> 調べるね。7809。 ほとぶき屋さんラーメンチェーンかな違う。<laughs> ホビー関連商品の企画製造販売。フィギュア、プラモデルなどやっている。これ前ちょっと取り上げたことあるな。そういえばね。フィギュア、フィギュアやっている。ね。フィギュア、僕も結構あの、フィギュア、フィギュア、フィギュア。まあ、そういう、なんていうかな。あの、なんか、変な女の子のなんか、あの、フィギュアとかは、 持ってないですよ。だけど、ウルトラマンの怪獣のフィギュアとか、フィギュアっていうのを言うんですかねは持ってるから。<laughs> 知ってると思うけど。あとは、考えるくんのフィギュアとか持ってるからね。あ、そういえば考える君最近出てませんね。考えるくん出しましょうか。考える君考えるこれ、ほぼフィギュアですね、これ、ね。<laughs> フィギュアかよ。考える君静岡県立、近隣中美術館で買いました。 静岡県立中美術館で買いました。考える君です。久しぶりですね、皆さん。えー、相変わらず堂々と考えてます。堂々たるこのお姿を、ね、皆様、手を合わせて、えー、拝んでいただければと思います。違う。<laughs> ねで。何やってるか。えー、今、寿や、そう。そして T&D。D これは、いシグナル、レンチャン、レント、KPP、ラクーンなどが来てますけどね。まあ、なかなかね、今のこの、ソフトバンクグループも結構ね、買いシグナル寸前だよ。あ、今日結局5000円割ったんだね。で、今日ソフトバンクグループは僕は、いシグナルラインというか、買いの目標値を4000に下げましたよね。そんなことするから下げるんだって言われるかもしれないけどね。お前がそういうことするから、 5000円のサポートがなくなったんだ。すいません。<laughs> すいません。そんなに影響があったら嬉しいけどね。ねえよ、そんなに影響。あるのかなあると思う人。ほら、手上がってない。<laughs> あると思う人。あるわけないやど <laughs> と思うけどね、j リースアー e ス h テクノロジーズ、エ f ピコオリックス不動産投資などが下げております。下げておりました。これが買いのチャート寸前で、それで買いシグナルが出たのがイヤーマン。 これなんか、ビオローラかなんかの会社ね、やね。KPP、ラクーン、J リース、FPCO。f p c コは、寿司のパックの会社。刺身とかお寿司のスーパーのパックの会社。が下げています。ヤーマンとかもまだこれから下げる感じのチャートでしね。KPP もまだもっと下げる可能性あるし、今日で2連、2連投っていうかね、2回、2連続転倒だから、 買いシグナル。楽もそうだし。だから言った通り、この後は買いシグナルが連続点灯してくるから、買いシグナル一発や2発出ても買うな。買っちゃいけないよって言ってましたけどね。そんな感じになってますね。売りのチャートになっているのが三つ星。これ今日僕、場中、今日のローソクがついてないのに、売りの指示、売り差し値を例示しましたけど、全然違うだろこれ。<laughs> 今日僕、 あの、これ、売りの差しで例示したときに、今のろうそくだと思ったら、これ、え、書い気配で根がついてなかったんだよね。で、その後根がついたから、この根がつく前に、昨日のローソク足で、これ、書いちゃったんだけど、ちょっとそれは勘違いでした。まあ、でも、これが、今日のローソク足だとして、ここだから、まあ、結局は外したってことですね。 僕のローソガシ、あの、予想の売り、差し入よりも、うんと、そこよりも、うんと高いところにぶっ飛んでますから、これやっぱりスタンダードとか、まあ、ねえ、上がるとなったらとんでもないな、っていうふうにね、思いますけどね。5 8零2あ、五八二0えー、三つ星、三つ星は、えー、ゴム電線から出発した会社で、 えー、キャブタイヤケーブルを作っている。プラスチックの成形電熱線なんかもやっている。なんでこんな上がってるのかっていうと、ストップ高、三つ星は、えー、4連、えー、前日まで3連続ストップ高、ロボット関,ロボット関連銘柄として物色されているということです。まあね。 そういうようなニュースが出ているらしい。ロボット関連銘柄で人気化しているらしい。すいませんでした。これ外しました。もうこうなってきたらもうどこまで行くんだろうっていうね。7000まで行くんだろうか。7000ももう視野かなっていうね、感じです。これごめんなさい。外しました。明日のストップ高はここだから、明日のストップ高は 7340だからそこまで行ってもおかしくないねぐらいのまあでもストップ高水準ギリギリぐらいでは落ちてくるんじゃないかだからもう一回証拠りもなくちょっと明日の予想高値を指しておきますけどねまあこれは空売りはできないからまああまり指しても意味ないかもしれないけどねこんな感じで 売りシグナル、売りのチャート。で、売り,売りのチャートね、売りシグナルはなし。売りのチャート、これも売りシグナルは出てませんが、売りシグナル出る寸前の銘柄が1個。で、売りのシグナルが出ている銘柄はなしということで、以上、今日のね、売、え、買、ー、シグナルラインでした。ちょっと今、失敗こきまして、これね、なかなかこの、 あの、なんだ、これ、あの、よいしょ。これはなかなかね、制御できないんでね。昨日も、この、テキストエディター、エディターなんですけどね、これに文字入れて出してるんですけど、昨日も制御不能になりましてね、ちょっと苦労しましたけど、今日も制御不能になりました。はい。今日は何か皆さんにお話しする話題はありますかね えー、何かあるかな <laughs> 今日家にこもってて、ね、えー、特に何もお話しするようなネタがないな。ちょっと最近忙しいんだよね。で、忙しいと雑誌が読めない新聞が、あ、新聞読んだら今日なんかね、近くで72歳のおばあちゃんがファッション関連の YouTuber をやっていて、65歳から始めて登録者数20万人っていうことで。 負けたわ。<laughs> 負けたわ。僕は登録者数15万人に行ってないし、始めたのは2011年だから、12年やってんだよ。12年やってんだけど、まだ15万人いってないの。そのおばあちゃまは、65歳から始めて、7年で20万人行ったんだってよ。負けたわ。新聞載ってました。 ああ。<laughs> なんか元気出ないな、今日はな。いや、大丈夫。まだある。時間はある。僕は100万人目指してやってるんでね。皆さん応援してくださいね。とりあえずあのこの、あの、こないだ動画で言ったけど、とにかく今ね、一人五人運動。<laughs> 何一人五人、一人が、一人の視聴者さんが、五人の新しい視聴者さんを新規開拓してください。いいですかえ登録をね、 してもらうように。これは命令です。<laughs> こ,れこのこと本当に言ったら、YouTube の契約違反になるけど。<laughs> 冗談、冗談、冗談。えー、できれば皆さん、えー、5人ぐらいの方に紹介してもらったらありがたいです。<laughs> 冗談も言えませんからね、YouTube はね。で、その5人の方がまた5人へ。そのまた5人の方が5人へということで、ネズミコシステムで、えー YouTube にラジオアイジの輪が広がれば、瞬く間に15万人、そしてまた瞬く間に20万人に行くはずなんですよね。なのでね、ちょっと皆さん、内緒、内緒だけど、あの、一人五人運動ね。これはあの、YouTube の運営の人には言わないでくださいね。契約違反とか言われて怒られて、チャンネル潰されたらもう終わりだから僕、老後の収入が立たれるから。え <laughs>、ね、もうそうなったらもう、 ねどうしたらいいんだ。<laughs> 困る。えー、おはようございます。アンコロルシさんからメールいただきました。今日はね、アンコロルシさんのメール。お会い様、ラジオネーム様、お久しぶりです。えー、僕の地震予想は、あいは外れてよかったんですが、ちょこちょこ震度3クラスはあるので、まだまだいつくるかもしれない大きな地震には警戒心を持っていかなければなりませんね。はい。えー、この間からね、だからアンコロルシさんが、富士山の東側に、ちょっとなんか早状の雲、 得意な形の、相乗の雲が出たときに、あれは地震雲で、大、え、体、ー、いい3、4日以内に震度4以上が来ることが多い。っていうふうにおっしゃってましたね。で、く,くしくも、そのメールをもらったときに、えー、メガ地震予測という、結構、みんな知ってる地震予知のメルマガが、大規模な、これら、偉い、でっかいの来るかもしれへんよっていう、 結構今まで見たことのないようなでっかい規模の予想をして、3月いっぱい気をつけろ、気をつけろっていう予想が、予想っていうか地震のね、警戒警報みたいなのが出てて。で、それと重なったから紹介したんですけど、今日で3月は半ばまで来ましたけど、えー、地震はありませんでしたよかったですね。とりあえずね、あと15日、えー、外れるといいね、と思うんですけどね。 まあ一つ、あの、メガ地震予測の、あの、大きな変動が出た要因としては、トルコであった地震とかが影響してるんじゃないかなとかね、地時期の乱れにとは思ったんだけど、わかんない、もんな、ね。よ郎とか何を言っても説得力がない。<laughs> まあとりあえず地震は、えー、ね、今んところない。久しぶりに今朝の富士山、今日もらったメールですけど、雲がいい感じに富士山を引き立ててくれております。電線邪魔ですが。 あと、最近送れなかった写真も見てやってくださいませ。空からの富士も良かったですね。アンコロモチさん。いただきました。ということで、えー、アンコロモチさんにいただいた富士山の写真をね、えー、皆さんにお見せしたいと思います。まずは今日の写真。だらー、これです。ね。えー、ちょっと僕は邪魔だね。僕をちょっと消して、えー、僕を消してお届けしましょう。えー、いつものように、えー、アンコロモチショットなので、 えー、電線がね、電線と電柱が、えー、何、何を捉えてるのかよくわからない。これは富士山ですよ。電柱と電線の写真ではないです。<laughs> 富士山の写真。まあ、結構ね、僕はもう富士山大好きで、もうこう見るだけで癒されるわけですが、ね。えー、まあ結構今日まだ雪ありますけどね、ちょっと時計気味かな。で、こっち側にね、山中湖の方、 方だと思うんですけど山中湖ここか,ここか,から見ると、こちらがね左側に見えると思うんですけど、そうじゃないかなと思うんですけどね。こ,うこちら側これ、方、えー、っ、えー、となんだっけ、方栄山だっけ、えー。ここのところ、ちょごめんなさい。<laughs> 何にも知らないんじゃいごめんここのところ、この出っ張りのところにかけて雪が。えー 積もっていて、僕、綺麗だーって、あのね、僕ってそういう人で、音楽でもね、タイトル知らなくて好きな曲っていっぱいあるんだよね。で、ね、邦楽とか聞いても、あ洋楽を聴くんですけど、洋楽とか、英語の歌詞全然わからないし、タイトルも知らないんだけど、この曲好きでいつも聴いてるっていう洋楽がいっぱいあって、そういう曲が100曲くらいあるんですけど、タイトル、これ、この曲のタイトルって言われても全然わかんないっていうのよくあるんですよね。 しかしこのアンコロムシさんのショットに映ってるこのお家の方は多分こんな風にね、YouTube でご自身のご,ご自宅がね、ここまで映ってるとはつゆ知らず <laughs> だと思うんですけど。で、ね、この辺にもね、アパートがなんか大きなアパートありまして、住んでる方もいらっしゃるかもしれない、ね。住んでる方でね、自分のアパートがこんな動画でね、紹介されてると 思わないと思いますけどね。これもね。このお宅の方とかね。これ山本さんのお宅。これは、えーま、山田さんのお宅ですけどね。でたらめ言ってますけどね、今ね。えー、はい。<laughs> あ、もう一枚もらってるんだよね。今日のはこれでもう一枚。ちょっと前に撮った写真。だらっ。これはいいですね。時々ね、アンコール持ちさんは、えー なかなか普段は電線がね、邪魔をして、なかなかこう美的な、えー、写真にはなってない場合も、いや、ごめんなさい、<laughs> 多いんですが、時々奇跡のアンコロ持ちショットを披露してくれるんですが、今日のこの富士山は、今日っていうか今日じゃない富士山ね、これは良いですね。良いですね。これはいつ頃撮られたかわかりませんけどね、まあでも雪が、 ありそして下から雲がね、黙々もと、えー、来ておりまして、木の枝がね、冬のこの落葉樹の木の枝が寂しげに、下からね、富士山を支えるがごとく、映っておりまして、なかなか良いショットになっております。ね。だ僕が撮るんだったら、こんな感じで撮りたいんでね。<laughs> 僕はね 僕が撮るんだったらこんな感じの構図でね、撮りたいかなと思うんですけどね。はい。こういう、元はこういう写真です。はい。ふふふ。どちらがいいかね、それは好みにより。僕がこうね、撮っていくと結構ね、ここが狭くなってくるんだよね。ほんとね、ここもうちょっと空いてた方が、ここがね、富士山の高いのがわかるって言われたりするんですけどね。だからこのショットもいいんじゃないかと思うんですけどね。 ということで、今日は、えー、特にご質問とかは、えー、お届けせずに、久しぶりのアンコロモチさんの富士山写真コーナー遅い。タイトルコールをやらずにやっちゃいましたけど、アンコロモチさんの富士山写真コーナーをお届けしました。ということで、美しい富士山をね、見ながらお別れしていきましょうか。ね。 あ静岡に引っ越して、<laughs> 静岡に引っ越して、毎日のように最近そんなこと言ってますね。静岡に引っ越して、みたいなこと言ってます。もう向こう行くと帰ってきたくなくなるんだよねで。静岡に引っ越したくなっちゃう。やっぱね、僕は最近狙ってるのは富士宮市なんですけどね。富士宮市がやっぱり富士山に近くていいんじゃないか。ただ湖がね、まああるんですけど、富士宮市かな。 小人口は何市になるのかな小人口がね、最近、小人口が気になっているんですよね。小人口がいいなと思って。はい。小人口は静かでいいんですよね。河口湖とか山中湖はちょっと観光地化しすぎていて、ちょっと騒がしい感じがしますが、小人口とかは静かで、富士山も美しく見えて、湖畔にひっそりと2軒ぐらいホテル、旅館が建っておりますが、 やってんのかなっていうぐらいの感じのホテルというか、あ、こんなこと言ったら申し訳ないけどね。で、や、やってるんだろうと思うんですけどね。静かに、たた、静かになたたずまいがあるということ、そういう意味です。夜 <laughs> <laughs> よるトレでした。また明日お会いしましょう。今日はね、明日からチャートが下落かとになるよということでお話しました。また明日。ラジオイジでした。